カムカム日光チャンネルの日光富士です。突然ですが、日光で皆さんお昼ご飯何食べます？今日は地元日光の私が一押しの日光クジラ食堂を紹介します。日光クジラ食堂さんは地元でも人気のお店なんですが、今日はオーナーの上野さんが新作を試作するということなので、早速取材してみたいと思います。こちらです。クジラ食堂さんです。こんにちは。あ、こんにちは、ご無沙汰してます。どうも、今日お世話になります。上野さん、こんにちは、お願いします。はい、上野さんと奥さんです。よろしくお願いします。久しぶりですよ、上野さんの。あ、食べてください。はい、じゃあいただきます。はい、いただきます。うまそう、トロトロですね。おいしいです。よかったです。おいしいです。これ日光秘密豚。そう。あ、すごいですね、こんなでかいの。2つも入ってます。ゴロゴロですね。うん、肉柔らか、美味しいです。はい、完食です。いや、美味しかった。ごちそうさまでした、皆さん。またっす。これから新作ですか？そうですね、まあ、春はやっぱりちょっと元気な色が欲しいんで、トマトクリーム、トマトクリームで、エビ、小エビ。ああ、いいっすね。ベースがちょっとナポリタン。はいはい、うまいっすよね、ナポリタンね。そうですね、人気なんで、これをちょっとアレンジして。ちなみに上田さんのこのパスタ、結構あれですよね、ボリュームありますよね。結構そうですね。何グラムぐらいですか、乾麺で？いや、でも乾で100ですね。あ、やっぱそうです。100ぐらいなんですけど、ちょっと細いんで、1.4 なんですよ。はい、うわ、すごいですね、たっぷりだ。そうですね、最初ちょっとだんだん煮詰めていくと色が出てくるので、でも上野さんのも野菜も美味しいじゃないですか。はいはい、ね、これはあのダイヤガー公園の直売所。ああ、じゃあ地元の、基本地元の野菜。基本はやっぱり地元のものを使って、やっぱり新鮮な。はいはい、いや、野菜の処理はいつもずるいですよね、うまくて。そうですか。本当に野菜はやっぱりの、いろいろ農家さんのおばあちゃんとかに聞いたりして、どういうふうにすんのとか
はいはい、聞いて、教えてもらったりもしてるんで、いや俺結構しょっぱ口なんですよ。あ、そうですか、で上野さんとこの野菜食べると正直薄いんですよ味。あ、そうですね、だけどあのよそで食べて薄いと醤油かけたり塩かけたりするんですけど、上野さんのところ あの野菜食べるとあの塩薄いんだけど味が濃いんですよ、うん、あ、なるほど、しっかりだからあの美味しくない薄さじゃなくて、もうね自分の日頃のしょっぱさをしょっぱ口をちょっと反省させられるんですよ、ね、そうすか、だとあんまり面取りしないんで、ああこれあんまりやるでしょ、あのじゃ あんまり火かけないっていう、あれですか、ね、火は下茹では下茹ではするんですけど、あんまりグツグツ煮込まないやつですね。大体7割ぐらいスーって火入ったらもう止め、一回水で締めちゃって、はいはいはい、あ、水で締める、締めて、うん、で出汁をかけて、なるほどなるほど、出汁に浸すんで、うんうん、で上野さんほらあの弁当も作るじゃないですか。弁当得意なんですか。弁当はお弁当やっぱり楽しいですよね、作ってて。あれ基本やっぱあれですか、あの作るの好きな、好きですね、タイプですね、うん、ええ、あれあの昼飯とかあれは誰が作ってるんですか。夜は夜ご飯、夜も作りますよ僕。ああ、そうですか。僕作ったり、作ったり、いや美味しそうですね、トマトクリーム、うん、これはベースがナポリタンに生クリームに牛乳、はい、こんな感じで、はい、春はじゃあカロリーも結構低め、低いです、低くて、はいはい、あとここもそんなにきつくないですよね、全然、あと全卵で最後あえるんで、こんな感じですね。あ、でこれで終わりです、トマトクリームです。トマトクリームソース、うん、名前はこれまだなんですけど、小エビのトマトクリーム、小エビのトマトクリーム、はい、カッコカリですね、そうですね、春メニューです、はい、はい、じゃあ小エビの、トマトクリームパスタカッコカリ完成です。うまそうです。あ、上さんごちそうさまでした。うまかったです、新鮮かったです。いや絶対売れますよ、本当ですか、女の子大好き、ありがとうございます。それであんなにエビ入ってたらまずいっしょ。いやでもやっぱりすごいエビ入ってましたね。まあ一応5、4、型によって4から5ぐらいは入れようと思ってるんで、やっぱり美味しかったです。エビがないと、うん、なんとなくね、寂しくなっちゃうね。嬉しかったです、ありがとうございます。で、ちょっと今回はわがままついて、はいはい、何かね、ちょっと例えば、新作注文してくれたらこういうこと、サービスあるよとかなんか、ちょっとないですかね。そうですね、じゃあ、じゃあカムカム日光を動画見たで、はい、あと春の新作のパスタ頼んでいただければ、はいはい、デザート2点盛りにしますか。はい、それなら全然大丈夫。あ、本当に、はい、はい、いただきました、プロモーション、こちらに来て、動画見たって言ってください。そうすると、あ、他のパスタとかも大丈夫ですか。他でもいいですよ。あ、本当に、はい、言っていただければ OK です。ちなみに一番最初上野さんと会ったのは、はいはい、あの松原のね紹介で、あ、そうですね、あのお会計してすぐの頃ですね。そうですね、最初にあのみんなでお祝い行こうって、ここは食べさせてもらったの、はい、初めてだったんですけど、はい、いや最初正直こんな奥でって思ったんですよ、って思うんですけど、そうですね、なんでここだったんですか。場所ここは最初家で、家として買って、あ、お店じゃなくて、お店じゃなくて、はい、で時にあの大工さんがお昼こうご飯、家から持ってくんですけど、はい、冷たい、うんうん、そうですね、寒いし冷たいお弁当食べてるのを見て、はいはい、あ、じゃあいいよ、俺作るよって言って、でその大工さんと2人とか家族とかで、みんなでパスタ食べたり、オムライス作ったり、はいはい、いろいろやってたんですね、そしてそれがすごいなんか評判になって、全然知らないいろんな人が食べに来たり急に来たんですよ。そうそうそう、それで大工さんもここ絶対やった方がいいよって言うんで、あのシフトチェンジして急に店にしたんです。あ、そうです。だからこの店の限定はもう大工さんとのまかない、まかないです。あ、なんとなくね分かるような気がします。あ、そうですか。上野さん作るの好きでしょっていう感じしますね。あ、結構、ね、こう変な場所にあるんですけど、まあ、ここ直してくれたあの扉作家の小坂さんも最初に見てもらった時に、最初から小坂さんは言ってたんですよ。メニューも最初はもう本当にカルボナーラしかなかったんですよ、うん、まあ、前菜とカルボナーラですよ、はいはい、それだけだったんですけど、
今は結構ナビとか、はい、携帯でスムーズに来れるんですけど、当初はね、全然、ったでしょ、ま、もう電話が鳴りまくって大変だったんですけど、うん、だから観光客だけじゃなくて地元のリピーター多いんでしょ。多いですね、うん、結構一人で来る人もいるし、うん、そうですよね、はい、やっぱり一番はあのこうまたこう帰った時に、うん、落ち着いてよかったなとか、ゆっくりできたなっていうようなお店が一番のポッとするよね。そうです。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。新作も美味しかったです。はい、ありがとうございました。どうも。はい、皆さんいかがだったでしょう。日光クジラ食堂でした。皆さんもぜひ日光クジラ食堂に食べに来てください。日光水して結構という流れ、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。すいません、もう今ちょっと電源入ってなかった、ごめんなさい。